それでは黒部選手に伺います。キャンプまずここまでお疲れ様です。かなりみっちりやってると伺っています。そうですね、まあ、僕も今までプロの経験して12年ぐらいですけど、今までになく2回練習が多くて、本当にちょっとこうリラックスする時間なく、本当にこういいトレーニングができてます。実際に全体的な手応えというのはいかがでしょうか。まあ、一応チームの、ね、目標が13位ということで、まあ、本当にこれから、ね、チームを作っていくという段階で、本当にアンマー監督中心に、本当に若い選手、中堅、ベテランというのを、ね、うまくこうバランスよくチームの人数的にもなってますし、本当に、ね、こう徐々にこうチームがフィットしてきているし、本当に楽しみではありますね。個人的なコンディションですとか、その手応えというのはいかがですか。まあ、怪我もなく今のところ来れてるし、まあ、去年同様ね、本当にまあ出場停止とかそういうのでちょっと試合に出れない時とかありましたけど、まあ、そうじゃない時にね、やっぱできるだけ試合に関わりたいし、まあ、本当に今のところは順調に来てます。今シーズンのまあこういう風なサッカーをしていきたいというイメージ、チームとしてはどんな風なイメージを持っていらっしゃいますか。まあ、やっぱり全員が動いて、本当に全員で守って全員で攻める、で、まあ、本当に個々でね、こう飛び抜けて誰に頼ってっていうチームじゃなくて、やっぱりみんなが戦うというか、一人がサボるとやっぱそれが結局チームの勝敗に関わってしまうっていうような戦い方でやってるので、だからやっぱりその一人一人の、ね、重要性というか、こいつが調子悪いから勝てないとかそういうんじゃなくて、やっぱりその一人がやるところというか、やらなきゃいけない仕事というのはきっちりやることで、ね、こうチームとして成り立つと思うんで、まあ、そういう意味ではこう一人一人が、ね、本当にコンディションを落とさずに戦い抜けるか、変わった選手がその穴を埋めるというか、その変わって全く一緒のこと、それ以上のことができるかどうかというのはやっぱり追求してやっていきたいなと思います。その厳しいトレーニングの中にも明るい雰囲気というのが見ていると伝わってきますが、新しい選手が入った中ですごくチームとして一つになっている様子が伝わってきますが、はい、いかがでしょうか。まあ、それはやっぱりすごいあると思います。特にやっぱ移籍してきた選手、もともといた選手の中でもね、基本的にこのチームは明るいチームだし、たまにちょっとこうなんか大学生じゃねえのかと思う時あるぐらいですけど、まあ、でもそれがね、やっぱりいい雰囲気でやれてると思うし、監督もその雰囲気が結構好きそうなので、やっぱりこうみんながね、こうサッカーを楽しんで向上心を持ってやってるっていうことはすごいいいことだと思うので、まあ、僕も逆に今までにない感じの雰囲気でやれてますし、本当楽しんでできてます。最後にサポーターの皆さんに、キャンプも長かったと思いますのでメッセージをお願いします。はい、宮崎キャンプと、鹿児島で、まあ、静岡も含めて本当にこう富山で、ね、雪で練習できなかったんで、こっちでしっかり練習してきました。本当に一つでも、ね、順位を上げれるようにチーム一丸となって頑張りますので応援してください。